第1回リル・アングレイクイズ。本日の司会は、普段は謎解きゲームを作っているよだかのレコードの代表のヘルオが進行をさせていただきます。そして本日挑戦いただくのはこちらのお二人、リル・アングレイのドラムスの深夜さんとマネージャーの藤枝さんです。それでは早速ですが、お二人から意気込みをお聞きしたいと思います。ではまず藤枝さん、お願いします。はい、やっぱ深夜さん普段から謎解きばっかやってるので手が弱いと思うんですけど、なんとか勝ちたいと思います。頑張ります。それでは次、深夜さんお願いします。はい、深夜です。ディル・アングレイの端くれなので、これでも、にわかには負けないように頑張ります。じゃあ今回深夜さんとあのマネージャーの藤枝さんのガチのクイズバトルということで、はい、今回ですね、すごく楽しみに僕もですね作ってきてしております。さあ今回は4つのジャンルのクイズを作ってきました。こちら一番左にある、例えば林クイズの1をクリアすれば10点、そして4をクリアすれば40点となってます。まあ1から4まで難易度があって、高ければ高いほど高い点数がもらえるという感じになっているということです。これからですね、合計10問、藤枝さん、深夜さんの順番にですね、問題を指定してですね、実際にクイズに挑戦いただければと思います。それでは早速始めていきましょう。リル・アングレイクイズスタートです。では、藤枝さんからお願いします。じゃあ、4択クイズの1でお願いします。では、最初の問題は4択クイズの1。では、見てみたいと思います。こちらです。過去のアルバムごとのタイトルがテーマとなったモードオブツアーの最後を飾ったアルバムはどれ？ではこちら4択から選んでください。制限時間は20秒です。これ1ですか？これ1ですね。なるほど。これはそうですね、1となっております。さあそれではお二人も一斉に答えを出してください。どうぞ。ドンドン。答えはウィザリングトゥーですとなっております。お二人とも正解です。イエーイ。しゃしゃ。ということでお二人とも10点ずつ入ります。はい、まあ、さすがですね、1問目はお二人なら余裕という感じだったでしょうか？これは余裕ですよね、シアさん。いや、これはもう2017年にやったウィザリングトゥーです。はい、もうちゃんと年も完全に覚えてます。はい、昨日のようです。昨日ではないと思うんですけど、僕はでもちょっとマネージャーじゃなかったんで、はい、ちょっと一瞬ドキッとしました。1問目がこれかって1問目がこれかと思ってちょっと怖いですけど、まあ、頑張ります。では次、深夜さんお願いします。じゃあ早押しクイズの1。では早押しクイズの1いきたいと思います。ディル・アングレイのメンバーの中で唯一血液型が、あ、よし、はい、では深夜さん。カオル。正解です。おー、くそー、これはちょっと押し負けしましたね。唯一の時点で、そうですね、わかるとよかったんですけど唯一って聞いた時に血液型のタイミングでね。そうですね、確かに深夜さんめちゃくちゃ早かったです。早かったっすね。もう唯一といった時点で分かりましたね。おお本当ですか？はい、さすがですね。さあそれでは、はい、3問目、藤枝さん。じゃあちょっと一番僕の中でハテナなのは、はい、何の絵クイズの2をいきましょうか。はい、何の絵クイズの2ですか？はい、藤枝さん、まあ、ちょっと1は簡単なのかなと、ちょっと2を一旦、はい、はい、それでは何の絵クイズの2。さあこれも答えが分かった段階で早押しボタンを押してください。はい、何段階かになっております。はい、ではこちら、この絵は何でしょう？あ、では深夜さんお願いします。インターフレードトゥーダイ。正解です。おお、いや、めちゃくちゃ早いですね。早いですね。僕もちょっと分かったんですけど、ちなみにこれはこんな感じでヒントが出てきて、あ、まあ、ここで
なっていて、まあ、ここまでいくとすごい分かりやすくて、最後答えとなっているという形でした。なるほど、これは分かりますね、土屋さん。これはもうあの花が僕の家にあるんで。ちょっとそれ、そうですね。毎日見てますもんね、土屋さん。毎日は見てるんですけど。土屋さんに有利な問題になってます。いやでもちょっと早押しが、僕も分かったんで、早押しがちょっともうちょい早めに行くように心がけます。では、土屋さん、4問目。じゃあ、曲名当てクイズの2いきますか。曲名当てクイズの2。ではこれは実際これから鳴る曲をですね、20秒間聴いていただいて、その後答えを書いていただければと思います。さあ、それでは曲名当てクイズの2、こちらです。でしょうか。書きます。藤枝さん自信があります。これはもうさすがに、こんなん分からない人いるんですか。本人なんですかね、藤枝さんの場合は。分かって当たり前なんですけどね。やっぱさあ、では答え見てみたいと思います。同時にお出しください、どうぞ。はい、ザトロ正解です。よっしゃ。いや、今のところ、早押しクイズで差がついているということですね。そうですね。まあ、とはいえ、1はいろんなファンの方は皆さんかなり分かれて、2からちょっとずつ分からなくなってくるというところです。これはでも分かるじゃないですか。さすがにこれはもう、これは1レベルですよ。ですよ、これは。0レベルです。0ですね、これは。講義がすごい。曲名は本当に分からなかったんです。クレームがすごいですね。はい、では次、藤枝さんお願いします。はい、じゃあ、早押しの2いきます。早押しの2、はい。それでは読みたいと思います。年月日で答えてください。結成記念ワンマンライブ。1997年。3月とか。違います。ちょっと早すぎたな。さあ、それでは問題を考えてみます。あ、これ、もう聞けるんですね、僕。最後まで。年月日で答えてください。結成記念ワンマンライブが行われたのはいつ？では、深夜さんお願いします。1997年5月31日。正解です。おー。さすが。藤枝さんも1997年までは会っていたんですが、ね、はい、なんか、ね、何の日ですか、3月。いや、わかんないです。なんか、結成の年はみたいな感じでもうおっしゃって、はい、で、ワンマンっていうのがちょっともう分かってなくて、ちょっとどうみちこれ僕分かんなかったかもしれないです。ナンバーロケッツですよ。あ、ナンバーロケッツなんですね。へ、は、ぇ、い、いや、これはちょっと、僕完敗です。ちょっと焦りました。藤枝さん、なんか当時の思い出などありますか。いや、僕この日いました、この。会場に絶対います。それはそういう設定なんですね。いや、くそ、いや、もう早速もう半分終わりましたけど、半分終わりましたね。現在藤枝さんは30点、そして深夜さんは80点となってますね。早押しクイズ両方正解しているのと、何のクイズ全部深夜さんが正解しているっていうところで、かなりリードしている状態ですね。そうですね、確かに。まあまあ、でも全然まだまだそうですね、40点をもう取っていけば全然余裕でまだまだ勝てる範囲なんで、はい、全然。さあ、それでは深夜さん、これから後半戦ですが、じゃあ4択クイズの4、4択クイズの4、マジですか、見てみたいと思います。では4択クイズの4見てみたいと思います。こちら、ピエロと共に行った伝説のライブアンドロジナスで両日ともに演奏された楽曲を全て答えてください。むずっ！では30秒です。むずっ！むずって土屋さん本人ですからね。いたかな、この時。いやいやいや。しかも、すべてでしょう。じゃあ、お二人、同時に答えを出してください。それでは答えをどうぞ。
ドン。答えは、お二人とも、正解です。答えは、オブスキュアとリベレーションオブマンカインドになります。うわー！あー、シアさんそっちっすね。うわー！うわー！やられたー。作が両日演奏されてそうでされてない。うわー！シアさんなんで間違えた。そう、シアさんが。いや、そんな覚えてるわけないじゃん、曲。いや、覚えてるじゃないですか。さあ、それでは、藤原さん6問目。はい、どちらにしましょうか。じゃあ、曲名当てクイズ3で。曲名当てクイズ3。はい、さあ、ではこちらも曲名の曲を聴いて、20秒間聴いていただいた後、答えを書いていただければと思います。はい、では、こちら。いや、これもう、これ1っすよ。いや、曲当てクイズにめちゃくちゃ強い。これ1ですわ。さっきの0でこれ1っす。なんか思い出せないな。じゃあ、シアさんも時間切れという形ですかね。はい。それでは、せーのでお出しください。はい、それでは、せーの、ドン！答えは、霞とデッドツリーです。やったーということで、藤原さん正解です。やったー、うわよっしゃー。霞の音がね、なかなかやっぱり、はい、いろいろかき消すっていう。でも、ちゃんと聞くと思う。いやいや、もう、5秒で分かりました。そうですか。はい。デッドトリーってどんな曲でしたっけ？いやいや、なんで、結構有名な曲ですけどね。じゃあ、ちょっとここからもしかすると、藤原さんの反撃が始まっていくかもしれないというところで、はい、では、早押しも頑張ろう。はい。藤原さん、8問目お願いします。8個。じゃあ、何の絵クイズの3。何の絵クイズの3、いきたいと思います。さあ、では、この絵は一体何でしょうか？では、こちら。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、くそ！すいません、今、深夜さんの方が。ファイナル？正解です！いや、すごいですね。これで、ね、なんだよな。すごい。これ窓のとこっすよね。そうです、そうです。シアさん正解です。まあ、こんな感じで本当は増えていって、このあたりで分かっていただければと思ってたんですけど、さすがですね。これで、あそこで分かったのお二人とも本当にさすがです。いや、さっきのも取り返されちゃいましたね。いや、もう、でも大丈夫です。もう次決めてるんで。はい。では次。では藤原さん次は。曲名当てクイズ読んでお願いします。ですよね。はい。出た。では、曲名当てクイズの4。はい。さあ、では、どうなるんでしょうか。では、挑戦いただきたいと思います。曲名当てクイズの4は、こちらです。出る曲なんですよ、これ。曲名を思い出します。もっとあれでしていいですか？深夜さんが OK だよ、もう一回聞きます。じゃあもう一回聞きましょう。はい、もう一度お願いしてもいいでしょうか。むずい。なんだこれ。いや、むずい。さあ、それでは、お二人とも。あ、同時に答えを出してください。それでは、せーのでお願いします。せーの。うわぁ。お二人とも答え順番に言っていきたいと思います。ちょっと、僕完全にちょっとミスってましたね。三つっていうの見てなかったです、完全に。え？でも、二つしか書いてないです。あ、本当だ。
志田さん3つ書いてます。はい。うわ。では、1つ目は、フォロワーズ。はい。そして、アンバー、食紅の3曲となっております。残念ながら、両者正解ならずというところです。志田さん、フォロワーズは？いや、僕そもそももうこの 2曲だと思ってましたね。完全に見てなかったですね。なんか3曲になってます。うわぁ。でもどの道分かってなかったな。いやドラムだけあの何のフレーズかなってずっと考えてて分かんなかった。分かんないもんですね。うわくそ。では新谷さん最後どちら選ばれますか。じゃあ早押しクイズの3で。早押しクイズ3でいきましょう。じゃあ4としますね。4でいきましょう。4でいきましょう。ちゃんと。ボタンお願いします。ボタンお願いします。はい、 The Final Days of Studio Coast Final Day 74で最後に演奏された。あー、では新谷さん。僕です。あ、藤谷さん。鼓動。違います。 The Final Days of Studio Coast Final Day 74で最後に演奏された楽曲は鼓動ですが、うわ、その前日のライブで最後に演奏された楽曲は何？それもむずい。それもむずい。それもむずいな。では、しんやさん。作。違います。答えは激しさとこの胸の中で絡みついた灼熱の闇となっております。ありえるありえる。そうだ、ありえるわ。ということで最後はお二人とも不正解ということになります。ということでこれで10問すべて終了となります。では点数の発表させていただきます。まず藤枝さん、はい、60点です。よっしゃ、可能性あるぞ。そして新谷さん110点です。ということで本日は新谷さんの勝利です。さあこんな感じでですね、第1回ディル・アングレイクイズ作ってみて、そして挑戦いただいたのですが、お二人ともどうだったでしょうか。ではまず藤枝さんからお願いします。いやーちょっともうやっぱ乾杯ですね。ちょっと僕のやっぱ早押しの力といろいろちょっとあの全てにおいて新谷さんに負けてたので、もし次回あるんであれば勝てるようにちょっと特訓したいと思います。ありがとうございました。では次、新谷さんお願いします。そうですね、ちょっと曲聴いてパッと思い出せない曲が結構多かったんで、復習してきます。新谷さんがディル・アングレイ過去の曲を復習するっていうのはすごい嬉しいコーナーそうですねということでこれで以上になりますが、ディル・アングレイクイズはこれで終了となります。本日お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。なら。